31日第74回 NHK 紅白歌合戦東京 NHK ホール初出場の新しい学校のリーダーズがトップバッターとして登場赤いセーラー服で登場した4人組ダンスボーカルユニットにネット上は騒然カープみたいいきなりスカートめくれてる紅白歌合戦に向いてるねおめでたい新しい学校のリーダーズがトップバッターなところがテーマの ボーダレス一番感じる、など、様々な感想が飛び交った。新しい学校のリーダーズの鈴から、紅白歌合戦リハーサルでポーズ、写真、4人は時には大きく足を広げたり、バックの出演者に絡みながら、大人ブルー、を熱唱。x 旧ツイッター、では、初出場の着物座り方じゃない、どこの層に人気あるんや、滑ってるよなず 新しい学校のリーダーズでつまんないってチャンネル変えられた。出禁にならないか心配。画面の中心にいる大泉洋が新しい学校のリーダーズ以上に目立っている。苦笑、などの声が溢れた。中日スポーツ。